田園の真ん中にある神社ここを昔から知ってた神明社って読むのかな。神社があるのは知ってたんですけど、ここ、まさかの Google マップに登録なしですね。もちろん Facebook のチェックポイントなし。ロ,ロケタッチじゃないか、あれ、あの、フォースクエアは、地図上名前は見えましたけど、チェックインのポイントとしてはなかったですね。で、ここ、早速、 ポイントを追加しましまた YouTube とか Google の方はあらかじめ Google マップで登録して1日遅れぐらいで反映された Facebook はこれからチェックインのポイントを作りますでも神社なかなか登録されてないあの意外なところ Google 側ってこういう宗教関係の施設よく登録されてるんですよ 一方で Facebook の方、あまり登録されてないというか、ほとんど登録されてないですね。カーナビには神社入ってるんだけど、Google マップには入ってて、Facebook、あと、フォースクエアには入ってない。そんな感じですね。ここ、こんなに広い敷地、大きな神社ですけど、Facebook には登録なかったですね。ですので、登録しておきます。 あの私の周りが言ってたんですけど、Google に登録がない、ネットに登録がないイコール、世の中に存在しない。すごい意見な感じがしますけど、まあ実際そうですよね。マップになかったら、もう存在しないも同じ。っていうか、ネットになかったら、存在しないも同じ。まあそういう時代になりましたね。まあ、なんだろう、の世の中、そこにあるのに、 ネットになないいからないすごいですすよねすごいことになりましたよねだからネット上から抹消されればなくなるそういう時代になりましたねこの神社もこの神社あそうだグーグルにも登録なかったわということで今まで2017年までグーグルのデータベース上この神社はなかったということそれを私が今登録しました是非皆さん周りのもの特に神社とか 登録なかったら是非色々なデジタルマップ類、ネットのマップ類是非登録してください。それによってより観光客とか広まるし、何か祭りとかあればそこに情報がぶら下がるいいことじゃないですか？では是非登録してみてください。私もどんどんやってきます。ということでバイバイ。